さて、えー、今日はですね、何のテーマかというと、お試験傾向からあ考察、えー。思考停止を防止する3つの方法ということで、えー、レック専任講師の宮口聡がお送りいたします。どうもはい。なかなかね、暑い日ですよ、今日は。このね、室内、教室で今収録してるんですけど、非常に暑くてですね、 炭酸水でも飲まないとやってられないかなということで炭酸水を飲みますねほらこの音がいいんですよこの音がうんぬるいうーんということですはいじゃあですねえー、えー、もうね私はねあれですよ持って回った言い方が大嫌いなんですよね もうね今日のテーマ思考停止を防止する3つの方法ね先に言っちゃいますはいまずい問題文はですね上から読んでいくのではなく説問から読んでいくべきとええー、これはね本筋からあずれないようにするためなんですよねああちょっとね重要だからねいきなり重要なことから言ってますよ私ああすごいでしょ 持って回っててうの、ね、大嫌いなんですよ俺、ね、よくあの YouTube なんかでさなんかそのサムネイルに載ってるテーマで、まあ、大体あの見るわけですよそうするとねなんかあの肝心なことを一番後ろにもあの回す人が多いですよねそういうのはね時間の無駄、ね、皆さんもあの時間の無駄だと思ったら、ね、この3つを聞いて終わっても別に構いませんよ。<laughs> 本筋からああずれないようにするためですと。 うん、あのちょっとね、まあ、とはいえあの皆さん具体的にわからんでしょう、うん、ちょっとね、なんかいいサンプルないかなちょっと待ってくださいねえー、っとね、これね今年の過去問なんですよあーこれいいかなこれ、うん、例えばね、うん、例えばこういうやつあのこのね今日のレジュメの17ページをちょっと見るとねこれね R5 のクール5じゃないよ前川清とクール5じゃないよあ,あ違う内山田博士とクール5じゃなくて R5 やからね令和5年ということでで問題に見てくださいこれ問題文が長えですわこれえー、長すぎてね眠くなりますよこんなねだからこういう時は説問文から読んでみるとです、ね、ちょっと読んでみますから これは、えー、登録商標、ロハニに、えー、かかる商標登録を無効にすること。ほら、もうなんか、これだけでもテーマがね、分かってくるじゃないですか、ほら、えー、っと商標登録を無効にすることね、あ無効にしたいんだと、えー。で、今度はね、取り消すこと、取り消したいんだと。まあ、要するに潰したいんだなというコツが分かりますわね。で、商標法上の 審判を請求したいと思ってるわけです。ね、商標法上の審判を請求したいと。だからもうこれでさ、ね、わかるわけですよ。あ、無効審判、取り消し審判だなと。もうそれだけでね、あのもう条文が絞られてくるんですよ。あの無効審判は四十六条ですわ、商標法の。ね、で取り消し審判はね、まあ一般だけど五十五十一、五十二条のに。 53, あ53の2ですわねっああだテーマが縛れたでそのために有効と考えられる審判を複数挙げああじゃあ有効なのと有効じゃねえのがあるんだねでそれぞれの審判ごとにあ請求の要件を説明しああの当該要件が本問において満たされてるかあ田舎について論ぜよと。 なるほど、これはフォーズやね。ええー、そうでしょええー、でね、なお、本物においてロ、ロハニー、ロハニー、ロハニチョコは互いに類似する商標で、あのクッキー、洋菓子、チョコレートは類似すると。まあ、確かに菓子類だもんね。ええー、どうしようか、これ、ちょっとアンダーナイフパッとうか、ロハニー、ロハニー、ロハニチョコ、クッキー、洋菓子、チョコレート、類似だよ、類似だよと。ね。 で家庭系はあ語るなよと、ねもし何なんならばみたいなね、家庭系はあ語,り語らなくていい、論じる必要はない。ね、うん、それで、はいでもこれでもさ、あの46505152の2、5353 53条の2っていう候補の中から絞り込むわけよ。でもこれはさすがにね上から読まないかんわけよ。でもね あのー、いいか、ちょっと私が見本を見せるけどね、46、無効審判。ということは、無交流っぽいのがあればいいんだよ。じゃあ、ちょっと見てみますけどね、準備論認識ね、うん、なるほど、なるほど、で令和3年、えー、販売されていなかったら、ちょっと飛ばし読みしてみるよ、あなんかね、これです、これはね、あのー、無交流に直結しますよ、ほら、ああのー、日本でね、ほら。 商標ロハニーは、この業務にかかるクッキーを表すもとし、て日本国内でジュビロ認識ですよ。えー、そうです、そうです。令和3年の、令和3年って言ったら2021年、コロナが流行っちゃう頃です。で、えー、っとで、そんな中ですよ、ちょっと待って、これ、おつう、うんこうはロハニーだから、 このあれですよね、えー、これオツが悪いやつなんですよほら見てオツ悪いやつです見てとか言ってますわねほらこうはいいやつだからピンクで塗るよあこうえでに無断でおつはに無断でどうしたのよあ日本国内においてね令和4年の4月15日にあしあ洋菓子をシテーション品とするロハニーの質が行ったとで えー、令和4年10月3日に商標登録査定で、えー、同年11月2日に商標権の設定登録を受けたっちゅうことですわなああでその一方でよこうはねあの周知だししかもね出願もしちょるとですわねいつやったかというとねこうはですよ、ねあのえー、これですか 令和4年3月4日に X 国館長に受理された国際出願はありますよね。ああそれで、えー、とこれ、鳥羽翔美、令和5年3月3日に商標権の設定登録がされたわけです。そうするとですね、まあ見てくださいよ。で、この項<ー>の出願日はですね、えーあの、国際出願の出願日はこの日ですわ。令和4年のお 3月4日ですわ。ね。はい。で、その一方で、はい。今度は悪いやつのオツはね、えー、令和4年の4月15日ですわ。ね。この黒赤対黒見てください。どっちがカッチョルですかああ。赤っていうか、まあピンクでもいいんだけど。ね。ピンクの価値やね。つまりこうの価値やね。じゃあ今度はね、設定登録を見るとね、 あ,あ,のまあいいわ赤で囲むけどあこうはね令和5年の3月3日ひな祭りの日に設定登録されチョルフルショゴルバチョフです。であーおつの方はと言いますとねうんこれ令和4年ですかそうですね令和4年のあ、えー、11月う2日に、えー、商標権の設定登録ですね。なのであれ 後出しのくせに先に登録されてますよ、これ。オツね、後出しですよね、3月4日、4月で負けてますよ。ところがね、設定登録を見るとね、こうはあのね、令和5年ですよ。うん、オツは令和4年ですよ、これ、同年だから。ね、同年値もなんかあの原子力関係じゃないですよ。ね、うどうですかいね、うどんですかいでしょどうよ、おちょっと結ぶけん。 あこういう感じこれね赤がカっちょるからあ赤で塗ったわけこっちは黒が先で黒がカっちょる系つまりこれ分かったねこれで分かったやろつまりおつの登録はね後出しのくせに先登録ですわこういうの何中か中と何中か本中かじゃなくてね護岸線登録っちゅうわけですよええー、これ八条一行違反ですわ で無交流が4611なんですよ。46条1項,1項ほーら、無交流見つかった一つ。ねうん。それでほら、あの、ね、この商標は日本で周知になっちゃうわけです。ねああ、あの、令和3年当時、ね、もう日本国内の事業者に広く認識されるようになったわけですよ。ね おうちの出願は令和4年ですわねだからこれとこれ対これを比較するとやっぱり負けちょるわけですでおうの方が負けちょるわけですわね、うん、なもんだからあああの寿美の認識ねちょっといいかこ,ここねこの日本国内において広く認識されたあの おかげでこれはね4 1十0という無効利を抱え取ることになるわけですよほらねこういうふうに認定できるでしょうんであとねその後「オツ悪いやつはね兵からあの、えー、ロハにチョコレートを使用したいという申し出があったもんじゃけ、あのー、使用許諾者そうなねこれライセンシーやなちょっとオランゲぐらいで塗っていいかの 兵からその使用したいという申し出を受けたもんだからねあの人のいいことにあ使用許諾したとうんそれで兵がねあのその令和5年の1月からですよねチョコレートを販売したとうんえそしたらねあこうはねあの問い合わせを送るようになったらしいです。 誤,認してえー、あ誤解して購入した需要者から、ね、多数の問い合わせを受けるようになり、あこの業務に支障を来たした。これ何ね出所混同があ生じちょるわけですよ。出所混同があ生じておるわけです。えー、つまり、ライセンシーに使用させした結果ですね、出所混同が生じとるわけです。 えそこで制御の味方、こうはですね、ええええ、あの出所権度を理由に、ロハニーの使用、えー、を停止するようにね、警告を発したらしいんですよ、ね、この、ちょっと待ってね、えー、これはオレンジがい,いね、塀の使用だからねで、停止させたいのはこうだから、ピンクで塗るわねで、令和5年の2月に、オツ、あは親分というか、悪い方の。 へいがこぶんですわ。ああ、おらんげ。ええー。で、あの、警告書を、送付したけどもね。ああ、それを受領した、ああ、おつ。そして、ええー、へツね。おつへなんだ、応答がなかったわけですよ。返事ぐらいせえ。ね。うん。なもんだから、これはね、悪いやつと。 ということになるわけですねそれでね、まああのー、なんていうか、ここポイントですよ、商標登録を受けたのはロハニーですよ、ねうんうん、ロ,ロハニーですわ、ああそういえばねロ、ロハニーと思い出したけど、あのー、コンビニのね、俺がよく行くコンビニがあるんですよ、そこの店員さん、ロハニーという名前でしたね、そういえば、えー、ロハニーさんあの、ちょっと外国の方です。えー、それで,で、どっかで聞いたなと思ったら、ロハニー。 そうコンビニの店員さんです。ロハニ。なかなかね、好印象な人です、えーあ。これ見てください。ロハニに対してはロハニチョコだからね、これ不正しようですよ。ね。不正しようですわ。ね。でも、ライセンシーが不正しちょるわけですよ。なので、これ、答え出ました。はい。53です。ライセンシーが不正しようしちょるわけで。出所今度も生じとる。はい。ということで、あとはね、 あのもちろんね登録商標使用してないから不使用取り消し審判という疑いもあるんだけど令和5年ですよ、で今年の基準でいきますから令和5年でもって令和5年だから全然3年経ってないからあのこれは違う、ねで、親玉おつは何も使用書ランケ五51条でもない、ね、分割移転分離移転ないから52条の二でもないあの代理店 あのだ輸入総代理店とは出てこないから53乗の2でもない。はい。ということで、この2つが答えやったんやなということが分かるわけですよ。ほら、ね。私がこのように、ね。分かりやすいでしょこうやって色も使いながらね。ああ、やっていくもんだから。分かっただからまずはね、上から読んでいくとね、ポイントが分からないんですよ。でも、この説明を見ることで、ね。逆に必要な情報を、あの、 つかみやすすいわけですねその欲しい情報に集中して読もうとする習性があるから我々はそれを利用するんですよそうするとね無駄がないんですよね、うん、そういうテクニック現場での教えていきますけんねほらじゃあね言いたいことね大把握のための努力を惜しまないあこれ今やりましたよ俺努力を惜しまないほら色は塗るわ線は引くわね 努力しろよといろんな工夫をしてね大体ほらピンクピンク黄色系はいいやつなんですよ青は悪いやつね兵はちょっとどっちつかずみたいなねまあこの場合兵は悪いやつについてんだけどあのー、ね大津にまあでも兵ね、あのー、悪いやつやったねこれね一番ね紫で塗ってもよかったよ、うん、ただ紫はねこの取り消し審判のところで塗ってあだから紫で塗ってもよかったね兵はね ああちょっと後から振り返ると、うん、もうへあっ塀を自体を紫で塗ってもよかったわああ今から塗る、ね、<laughs> 今から塀をちょっとねもうほら結果的に悪いやつ確定だから塀を紫で塗ってもいいですよ露伴にチョコも使用しとるしああということですわええー、ね はいまあ、だから大把握のための努力は惜しまないぐじゃぐじゃになってもいいからとにかく色を塗りまくる目もしまくる、ね、あそうそうそうおらまさにビジュアル的理解にも努めるべきと、ね、あオランゲリオンで塗るわね、右脳と左の50対50の割合で、ね、稼働させ頭を、ね、で直感的理解とあ論理的理解により大把握ミスを撲滅させることができる。 ね、論理的に考えつつも直感的に理解だからこれ色を塗った後直感的な理解ができるんですよあここ正義の味方の話やな悪いやつの話やなほらねうん、うん、そういうふうにして工夫すればよかばってん荒川ますみって感じですへえよしじゃあねえー、っと次ですけどねあーおーはい3番目端的な表現を駆使し 考える時間を稼ぐとう端的な表現を駆使し考える時間を防ぐと、ね、これはね,、えっと、ねこういうことです思考停止に陥っても考える時間が増えれば突破口を開くことができると、ね、だからね、あのー、長い文章を長いまま書くとあこれはね時間の無駄なんですよ、ね、だからなるべくなるべく短縮系で書く努力をしよう例えばね一つ例に挙げよう 何々することができるという表現あるよね。何々できるでいいじゃない。どうですか何々することができるってわざわざ言わんでいいでしょう。何々できるでいいじゃない。何々しうるでも。ねそういう,ふうになるべくなるべく表現をね短くする工夫ですよ。ね例えばですよ。ああこれ今年の本式やな。これ答案構成やからねもともと端的なんだけどね。ああ。 例えばね、えー、これはもう非常に端的ですね。えっ、ー、と、どうしようかな、じゃあ。まあいいわ、特実の問題、ちょっと例に取ろうか、うん。あ、っていうかね、これ、あの、答案構成じゃん。だから端的なのは当たり前なんですよ。ちょっとね、俺のなんか、あの、講座のね、答案でも見たほうがいいね。うん、ああ、ちょっと、シーケンス講座の特徴ってあるんだけどね。あの後ろに、はい 例えば、1行問題対策の見本というのがあって、私があのこれからやろうとしている論文シーケンス講座の1行問題対策、これ見てくださいね。えー、っと、いきなりですね、深層例が出てきます新規性相数の例外。これの趣旨はって書いてるじゃないですか、ねああで。真面目に書くとね、こういうことになります。ちょっとピンキーで塗るよ。ピンキーとキララでね。 29条は、特許戦より前に公開された集めについては、原則として特許を受けることはできないことを規定している。原則論だからピンクで塗りましたね。ああで、しかし、ミドレンジャーね。ああ しかし発明の、えー、自らの発明を公開した後にその発明について特許算をしても一切特許を受けることはできないとすると発明者にとって酷であり産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないことになる、えー、そこで特許法では一定要件のもとで発明が公開された後にその発明の特許を受ける権利を有する者が特許算をした場合には黄色でいきましょう。 ね。場合には、先の効果によって、その発明の新規制が創出しないものとして取り扱う、いわゆる新規制創出の例外の規定、30条が設けられちょフル古しゴールバチョル。ついでに、アンドロポフにブレジネスということになるわけです。えー、はい。それでね、私がちょっとここにね、あのー、あれ、ごしくで、 ちょっと太字になってるのわかりますほら端的な表現ですもうこれだけでもいいですね、新総理の詩詩も何も思い浮かばない人でもここだけは書いてくれよとね、ここだけは書いてくれよという意味を込めてゴシック体にシチョルフルショゴルバジョフです、えー、ちょっと見ましょうか えと一切特許を行くことはできないとすると、発明者にとって国で,ある産業国であり産業のあったりすの企業という特許の出身もそぐないだから、真相例、儲けたよという流れに自然につながるでしょう。うーい、素原言骨ですわ、ね。しかもランクが書いてるわこれ A ランク、超重要ということね、B ランク、まあまあ、ねえー、C ランク、まあ、まあ、飛ばしてええわって感じですね。 で授業はね、さすがにやっぱ A ランクからやっていきたいんですよ。なんだかんで言って、えー、A ランク出ますから。なんだかんだと。ね、ええー。それでね、あの次なんですけどね、あのー、あ語呂合わせもね、時々出ますから、皆さん。ね例えばね、23ページに、あ30条にこう括弧書きっていうのがあるんですわ。ね知ってる人は知っとるよね。あ要するに 出願公開広報などはいくら新規制を失っても新総令の適用を受けられまへんというねああそういうことですわほらここにも書いてる特許を受ける権利を有する者による内外,国,内外,こ内外国特許庁国際機関が発行する特許広報等に掲載されて新規制を創出した集めについては適用対象とならないことをねはい。 ここから緑。ね。理由付けの色、緑あ。その理由。なんで広報は、あの、真相令の対象にならんとかと。ね。で、真面目に書くと、1、2、3、4、5行ですわ。ね。真面目に書くと。ところが、私の手にかければですね、いとも簡単に覚えられます。本主してらして必要ない。はい。制度の悪用、真似恐れ。ね。 本州してらして必要ない。はい。制度の悪用、真似をそれ。ね。ラップ調で覚えるんですよ。ね。ほら、やっぱね、暗記ってね、リズムなんですよ。うんだからね、ラップの好きな人はね、暗記も得意になると思いますよ。本州してらして必要ない。はい。制度の悪用、真似をそれ。ね。それさえ覚えてればつなげられますよ。本の趣旨に照らして、 対象とする必要がないと考えるかとおよび仮にこれを対象とすると制度の悪用を招く恐れがあるからでねほらで忘れない印を踏んでるから印を踏んでるのってね忘れられないですよ本州してらして必要ない制度の悪用を招く恐れほら俺もうね忘れないじゃないですかまあそれは俺が作ってるから忘れるわけがないんだよねよしエクゾーストアーネストホストロイヤルホストということでで私の講座ね あのなんでシーケンスという名前がついちょるか分かっちょるそれはねあれです論文シーケンスのシーケンスってどういう意味かというとシーケンス回路っていう、まあ、技術用語があるんですけどねつなげると、ね、あと車のねあのシフトギアねあるじゃんあの1足2足3足4足5足今6足マニュアルね、えーゲトラグ製6足マニュアルね あ,あとはあのまあオートマだとね今多段階のあ多,多段階で今九段とかあるよね九段オートマすごいよね昔は4足オートマぐらいしかなかったんだよねこれもどんどんこうつなげていくわけですよ、ね、つまりつなげていくっていう意味があるんですよシーケンスでどう何をつなげたいかというと論文から口実につなげていきたいという気持ちがあるんです私はで今皆さんあ論文試験を終えて 受かっちょるのか落ちちょるのか分からんでしょで担当の人もね担当に落ちちゃったんだけどやっぱり将来的な口実を見据えた勉強って大事なんですよそれはどうしてか口で言えれば絶対書けますからそうでしょ口で言えることってあの紙面に書けるんですよ、えー、だからやっぱりその口実の問題とかもほら見てください取り入れてるんですよパネル問題ねパネルディスカッションって感じ ね、どうですか、共倒れパターンね、あの有名な、これがですね、パネル問題として平成29年の口実に出ちょるとです。ね、うんだからこういうのもね、いいじゃない、あの論文みたいなヘビー級なね、その事例じゃなくて、こう、まあ、こぢんまりとした事例だからね、手っ取り早くあ取り組めるあ、そういうのもね、あのいいんですよ、1行問題ばっかりだとね、眠くなっとるんですよ、こんなのばっかりやってると。だからやっぱりこういういね ちょっとこう高さんやらおっさんやらいいとかろうとか出てくる問題をやると眠くないわけですよ。そういうのをやっていく。ね。しかも講述してねいろんな時系列が登場するんですよ。こういうのが出たりこういうのが出たり。これはどうしようというとあの出題者がね毎年違うから試験員が。だからしょうがないよね。試験員の試験員のルールでいくからね。試験員が自分で作るあの時系列だからだかららだ臨にに対応できるようにしたいから。 ああねどうですかいうどんですかいそばですかいにラーメンですかいねえよ、ー、しということでほらもう私ねいやったでしょう今回言いたいのはイカの3つほらねもう言いたいことをバシッと言うわけですよ私はこれさえ守ってればね論文はね受かるようんあ,あとねそうだね実はね 以下の3つとか言ってるけどねあのー、もっと重要なことあったわ、ええ、これねもう本質ですよ今から俺本質を言うからちょっとね心を落,ちか落ち着かせたいんでちょっと炭酸水を飲んでいいですかねよーし行くぞスアーネス放送フォータイムスチャンピオンねよしじゃあいきますえー、っとね 筋の通った生き方をしろということです、えー。筋の通った生き方をしている人は論文も必然的に筋が通ってきます。ね。ああ、筋を通した生き方をしてない人は論文も筋が通ってません、えー。だから日常生活において、あと普段の考え方そのもの、勉強以外のそういうことも筋を通しよさい。ね。 うん、こういう時にはこういうふうにせないかんっていうやっぱりそういうですねまあ審議則的な生き方、ね、こういうことを日頃から意識してかつ実践する人は論文は必然的に、ね、筋の通ったものになります。筋の通った答案を書いてるとどういうメリットがあるかというといいですかここはすごいんです。 間違ったことを書いてても受かります筋が通ってるからです。ね、例えば世の中ってね価値観とか物事へのアプローチの考え方いろいろあるじゃないですか、ね、絶対にこれがあ正しいということではなくて例えば政治の世界でもしっかり、ね、あ自民党から共産党までいろいろあるわけですよでどれが良くてどれが悪いとは言えないわけですよ人それぞれだからね うんまあ、だからね、ある政党から見たら別の政党の考え方は間違ってるかもしれないけど別の政党から見たらある政党の考え方は間違ってるかもしれないということでやっぱりいろんな考え方があるんですよ、いろいろな価値観が。で、まあ、あの弁護士の世界もそうだけど弁理士の世界も特許権侵害訴訟でね、原告と被告に分かれて、市長、ないかのときに真っ二つに分かれるわけですよ、市長がもう、本当に180度違う。ね でやっぱりその代理人はクライアントの味方せなえかんわけです。ね、だから例えば、ね、あのもう自分のと,ところの側は明らかに負けますよという場合でもだからして相手方を味方しちゃいかんわね,ねほらもう相手こう言ってますから、ね、従いましょうよ <laughs> これじゃ頼もしくないわけですよだからねどんなに不利な状況でも 猫を噛むじゃないけどね筋の通った主張を知ればね時には逆転勝ちということもあるわけですよ、うん、だから日頃からとにかくあの筋の通った生き方を知ればね、あのー、なんとはなりますええまあ一つ例にとりますとね、まあ、私あの一回ね何、あのー、ですかお横断ほどね人が渡る時に こう右折車で右折するときに横断歩道を渡っている人がねそのほら青点滅、かるあ赤になろうとしてでちょっともう赤になってたんですよそうすると今度は車の方も黄色、赤になるじゃないですかね <laughs> で黄色になれり始めたからビュンっていったんですよそうしたらねうーううー,ーっていうのが来ましてですねえ分かるでしょう。えー 捕まったんですよ。ほいでね、えー、あの、何ですかって聞いたらね、歩行者往来妨害っていう罪に該当します。なるほどと、ね。で、そこで私はですね、筋を通したんですよ。なぜだと思いますこういうふうに問答しました。ええ、あの、確かにそれはね、歩行者いました。ね。で、歩行者はもう赤になってましたよと。赤になるということは、私も黄色から赤になるということですよ。じゃあね、 歩行者が全部渡りました完全に私は赤になってますねそしたらどうなんですか今度はこの逆サイド垂直方向から車来るじゃないですか待ってろというわけですか何て言ったと思う入、はい、って言ったんですよええこれは私の言いだからすると絶対に筋の通らないことです皆さんも想像してくださいそこでこうほあね垂直方向からの往来を妨げるような 止まり方をして超じゃないですかねそれぐらいだったらねまあ,あ歩行者がいてぶつからないようにお行ったわけですよ私はゆっくりゆっくりそっちのが正しいと思いませんかええだから私はね「あのサインしません」と「いいです裁判で行きましょうよ」ね「いいです絶対にこれはもうサインしません」「いいですあの裁判に持っていきましょう」はい、で自分で裁判して勝ちましたよ、はい、交通裁判ねうん。 筋を通したこういうことです。筋の通った生き方をしているとね。ここでねめんどくせえからはいはいわかりましたですね。あのそれじゃですね筋の通った生き方にはならんわけです。ねそういうことです。はい。えー、っとはい。それではですね養殖増産ですね。はい、えー。まあ言いたいことは言ったんでまああとはねちょっと私の講座がどげんな内容かも言わせてくださいね。 事例対策編というのがあってあのさっきはほら一行問題対策だっ,ったでしょイメージ湧きましたね一行問題審査基準だったり青本だったりするんですけどあの、まあ、たまに、ね、退屈だから口実の問題も、ね、ふんだんに取り入れてるよとほら、ね、いう話をしました、ね、そこまではいいですね口実の問題が。ほら こう出てますよねこういうのをね論文の講座でもやるっていうところがね画期的なんですよどっち転んでもいいじゃないですか受かってもよし落ちてもよし <laughs> まあ受かってほしいですよ当然ねでも万が一を押してもあの保険になるわけですよ受かったら受かったでそのまま公実の勉強になってる私のしかも日程が微妙でねこの1行問題対策編がちょうどね論文の合格発表ぐらいまで続くんですよ すごくいいじゃないですかそこで受かっていれば倍々ですよ落ちてたらこの事例対策編に進むわけですねいい感じですはいじゃあですねあの事例対策編はですねまずあの一般論として今日学ぶことはこれだよっていうのがね示されてるんですよ今日はこの辺やろうねっつって,ってねうんはいそしてそれに沿ったもんだよねあの例題1位 例題、ね、例題3ということでやっちょるわけですねはいそれでねちょっと残念なことが一つあるなこれあの私ねあの見開きにこだわるんですよ見開きにこだわる人なんですよだからね本当はこれね見開きにしたいんですよね、うん、ちょっとこれあのガイダンスのレジュメだから許して。 というか今治るかな治るかどうかキーチミル、ラジミル、ウォールディミルです。はいじゃあちょっと待ってくださいねということであのどういう話にまとまったかというとね、皆さん、これ、ウェブで聞いてるんだね。だから、多分私のこのレジュメもウェブで聞いてるから、そのあんまりこう見開きとかあのどうかあんまり関係ないんだな。うん、私はあのこれ、紙ベースで見ちょるもんじゃきあの、例えばさ、今ね、こんな感じよ。うん 例えば俺の31ページでさあこういうふうになってるんやけど今私がね依頼しましたからあの見開きになるようにページがちょっとずれてるかもしれません今31だけどこれがね32になるんじゃないかなそうするとねあの見開きになるんですよ私のレジュメ今見開きじゃないでしょあちょっと残念残念な感じなんですよ、ねうん、でも実際はもうそういうね私ねあの皆さんの勉強の便宜も考えてます、うん、見開きにこだわるっていう。 ね、だからやっぱりこう開いた時にパッとこう視界にこう入る情報というのが効率よく皆さんの頭脳に、ね、格納されるように工夫してます長年の。ね、であとあのあのこういうところをご、ね、しク体にすることによって、まあ、パッと分かるでしょああどんな項目上がってるのかというねこういうのも、ね、あの非常に、ね、こう細かい気遣いなんだけどこれがいいんですよ。パッとるでしょ上げるべき項目 次系列3点セットだとねすぐ分かるでしょ埋没してないんですよ項目はねああこういうふうに工夫しょるわけです、ね、ああ次の、ね、例題2の回答もそうですよ例題2もねほら定義侵害の検討選手要件趣旨当てはめねっ140の3の公弁趣旨当てはめね で説問に検討必要な手続き74条の趣旨ほら何を書くべきかというのはねもう一目で分かるんですよ項目を埋没させないようにしてるんですよこれがねいいんですわええー、ねそれでねちょっと私ね幸いなことにあ去年使ったテキストがございますんでねどんなふうになるかをお見せしましょう、ね、あまずはね1行問題集ですね ほーら一行問題集すげえ分厚いんですよ。ね、これ去年使ったやつほら、ね、2023年ねあでほらちゃんと何ページから何ページまで進んだって、ね、メモしてるわけです <laughs> こ。これは講座と関係ねえけどね、まあ、俺がちゃんとメモしてるわけですよ。<laughs> うん、それでねそうだなあの例えばねどれいこうかあいきなり、ね、ペえ8ページ。ね ほら例えばね、補正を認める趣旨はってあるじゃないですか、ね、ちょっと真面目にいくよ、手続きの円滑、迅速な進行を来るためには、初めから完全な内容の書類を提出することは最も望ましいが、実際問題として、えー、当初から完全なものを望み合ない場合も少なくない、そこで、不備や貸しの是正の機会として、あ出願人に一定要件か、補正を認めちょると。はいいいですか エンジン進行を図るには、彼女提出望ましい。あ、実際問題望みえない。ほら、ラップ帳で覚えるわけですよ。ね。エンジン進行を図るには、彼女提出望ましい。が、実際問題望みえない。ね。ちょっと噛みませんけど。まあ、素言コツですよ。ね。あこれもね、次の問題も見てください、ほら。ね。なんで五百訂正書を提出するのか。あの、 語訳を訂正するときに何で語訳訂正書を提出するか理由があるんですよね。で、真面目に言うとね、翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、第三者が外国語書面を紹介し、外国語書面に記載された事実に基づく語訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減されるとともに、丸さん、審査における外国語書面のチェック負担も軽減されることになるからであると。ね、面倒くさいろ ね、だから俺の手にかければね事実、明確、三叉府ね、大阪府警じゃありません事実、明確、三叉府警です、ねうん、大阪府警じゃありません大阪府警俺大好きですえなんでですかなんかあるあるニュースでねあるあるある組織の団体に「俺はケンカ!」っつってね「迫力ありますよ大阪府警俺はケンカ!」みたいな素晴らしいですね。 大阪府警、はい、はい、い、よ、えー、しよしねああ独立特許権ほら知ってる独立特許受験もいいですよ、えー、では独立特許権とはねほらねこれねこういうふうに教えるんですよね、拒絶流の輪です無効流の輪です異議流の輪です3つ重なったところが独立特許権ですよみたいな。 ね、ほら分かりやすいわあ,あでもねそうやって教えたらねなんか質問が来たんだよ「先生本当ですか?」っつってねうんそれでその質問を受けて確かにと思って去年図,あの図を変えたんです正確にはこのような図になります <laughs>、ね、あ,あ拒絶流異義流無効流のね円を書くとなんかこうこんな感じなんですよとにかく。 ええ、でこのピンクのところが独立即興権です。ほら分かりやすい、ね。つまり何が一体かというと私がまあ教えて受講生からなんか「あ先生そうですか本当ですか?」みたいな意見を受けると素直にそれを取り入れ軌道修正してちゃんと教えるというね素直な心を持っておると。ね。うん、the ね、うん、ア a r n e s t e a r n s t ホーストの精神を守っていると。 4 times チャンピオンですからね。K1 ヘビー級。4 times チャンピオンですからね。アーネスト・ホースト。とにかく、アーネスト、ねあー。正直であることが最善の策である。ね。はい。まあ、そんな感じです。ね。面白いでしょうん。じゃあね、次、いミルウラジム・ウォールデミー。ね。じゃあね、事例対策編はどれか事例対策編は ちょっと待ってねああこれかよーしこれのようだねシーケンステキストほらこういうふうにね出身のところはミドレンジャーで塗るんですよねよしあーこれもね語らせをします交代独腐与新規発みたいなね新規性疑心法役立た替え様タゲとかねあ覚えやすいでしょで時系列もこんなふうにねあ料理していきます いいやつがピンク、悪いやつが青ね。えー、そして東案もね、こんな感じでね。あそうそう、拒絶されるところは青だけど、と特許になるところはピンク。ね。ほら、メリハリがきいちょるわ。ね。こういうふうにカラフルになとですよ。ね。あ、見開きでしょ。これちゃんとね、えー。そうそうそう。で、この、この年はね、ちょっと見出しがね、普通の書体ですわ。 今年からですよ、ね、ちょっと進化してるんですよ、だから毎年毎年、見出しをふとゴシックにすることでより見やすくしてるんですよ。ね、どんどん私の講義は、ね、進化してます。まさに進歩性って感じですね。あ進歩性のある講義をしますよ。えーね、だからね、あのー、毎年受ける人であってもねその進化を感じることをができます。ね じゃあ、ね、次に,あ次に、ね、あ事例問題対策編は、ねあのー、以上です、はいで、3問しか進まないから皆さん消化不良に陥るといかんからあの対問で3つね30分考え、30分解説30分考え、30分解説30分考え、30分解説すると3時間になるでしょう消化不良に陥らないというメリットがあります、えー、あんまりたくさんやると、ね、逆なんですよ、もう皆さんも、ね、疲れるわ。 くたびれるんですよね伸びきったゴムみたいになるからね、えー、じゃあ次にですねあの「東案構成編」っていうのがあるんですよ、ね、あ一応見本があるよ「答案構成編」ねほら「答案構成編」「答案構成編」っていうのはねあのと実際の本試験と一緒ですよ 実際の本試験と一緒というのはどういうことかというと、特日にも、特日1、特日に衣装商標、ね。1日が終わるわけです、それで。それで必須科目終わりなんでの。この答案構成編、特日、特日、衣装商標。これを6回繰り返すと。ね、で、まあ、フル答案もついてるよ。うん、ほら、見てください、これ、去年やったやつ。ね。シーケンス講座、答案構成編第1回ね。うん まあこういうふういふに問題がついちょるわけですよねほらで俺が絵を描くからわかりやすいでしょこういうシチュエーションですよみたいなイメージ湧くよこうという会社とおつという会社ね、うん、ビルの中に入ってるわけよで、えー、従業員 A と従業員 B をって共同で発明してよとほらわかりやすいやんねでこの A さんはねなんで青で塗ってるかというとずっとね入社例ずっとあの人事部ですわほらね エンジニアじゃないんですよエンジニアじゃないのに共同集めした。ね。なんとなく分かるでしょ。ね。何が聞きたいかね。うん。それでね。まあ答案構成ですよ。だから答案はね。一応ついてるよ。ほら。答案も一応解説するんだよ。あ安心して。ちゃんとフル答案書いてるから。うん、で重要なところはほらゴシック太字で、ね、埋没しないようにしてるから。ね。従業者の定義業務範囲の定義使用者の定義職務の定義ね。うん。分かりやすいやろ あこれでよあの答案構成がねあの、まあ、コンパクトに収まってるからあのこれを見るだけでもどういう問題かが分かるわけ。ねあ、それでねそれだけじゃないですよ。ちゃんとねこれはオリジナル問題だから復習用過去問っていうのもねちゃんとこういうふうに示しますほら今日これやったから復習用の過去問やっとこうね。平成12年 平成25年特日設問1、2。ねうん、あこれはね、ちょっとごめん、今気づいたけど、特日、特日1の設問1、2やね。うん、で、平成30年特日1の設問2。ね。P63 章とか、本当ああ、なるほど。ちょっとこれは載ってるわ。一番ね 一番なんか復習に最適なやつをこう載せたりしてね、えー。そういうことよ。ね。でね、この講座ね、論文基本骨格集っていうのがあるんですよ。ちょっと名前がね。まあ、これと、今年これと同じかどうかわかんないんだけど。まあ、あの、なんか基本に立ち返るぞみたいなレジュメがあるんですよ。それのね、それも、あの、ここを見とくといいぞっていうね。すごいでしょ。バックトゥーザ、その基本知識みたいなところをね。 意識しとるとですよ。ねうん、でほらだあの大把握のために俺分かりやすい図をこうやってね用意したりしてますから大把握メモみたいな感じでほら。ねえ、うん。そうでしょ。うん、これあの本当にね字、えー、面だけの解説を終わらせないということなんですよ。これよくあるじゃん。あのね、持持分分を譲譲渡渡するときにあのあ持ち分譲渡に対して 他他方方のの、ね、持ち分譲渡に対して他方の同意『三々サ,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 サタデー』ですよ皆さんねテレビ宮崎の長寿番組『三三サ,サタデー』ですよね田んぼプロレスで有名なね『三三サ,サタデー』はいよし私もね昔あのよく商品の応募して当たってましたからねはい、えー、じゃあねまあ粗言骨ですよ ね、あのほらあの私が重視するね型なんかも学べますよ、うん、ほら何「海巡格イムジョホラ中編、ね」とかね型も学べるいい講座ですいい講座ねこれもほら復習用過去問とか言ってね載ってるんですよ、うん、衣装むしろ異性なんだねうん異性でよく出るからね警告バージョンというのはうんでジョホラ 歳賀とは、この辺の過去問見ろよとかね。うん、イムがとは平成二十二年やぞとか。ねえ、いいでしょう。あ、だからね、トータル的にできるんですよ。で、過去問はね、ちょっとこの講座、過去問講座じゃないから。過去問講座は別途ね、あのー、理想と現実。えー、二千二十四年向けっていうのがありますから。ゴールドウェブ講座でね。そ過去はそっちに委ねたい。過去二十八年分載ってますから。まあ、だ,だから、それがもう。 アンチョコというかね、あ,あの、えー、それ持っておけば安心ですよね、うん。だから私の講座はね、こういうあのオリジナル的な問題があ主流ですからね。うん、まあ過去問はこうやってやっとけよという指示を出しますから、だから理想現をも受けておると非常により効果的です。理想と現実、理想現ね。うん。 理想と現実でも結婚生活の理想と現実ありませんそれは私専門じゃないからねそれはあのちょっとねもっと専門のしておだろうからね聞いてください私はあの論文と案の理想と現実これは詳しいですねうん、絵に描いた餅じゃいかんとです描けないと意味がないねあこれはねそのあれだからあ,あのー えー、通信で申し込む人も、えー、現場で申し込む人もね通信だからね、えー、そういうコツですわ。えー、で何、あのー、て言うかね、えー、そのほら復,復習にあたって過去問だけじゃないですよこういうね青本チェックみたいなのをちゃんと入ってるんですよ自学自習できるように。でほら複数遺書一のね あのほらただ字面だけじゃなくて実務的にはこうやってやっとぞみたいなねわかりやすいでしょこういうのもちゃんとねついてるんですよねうんでジュネーブもねあのほら論文に出なさそうな事故は省略して出そうなところを載っけてるんですよそしたらほら出たじゃないですか俺令和4年にね令和4年に出たって書いてる。 今年はねあれがで出ましたよ、保険券、ほら、令和5年、もう今年の情報もちゃんとあれしてる、ね、60条の銃に出た、ね、ちゃんと書いちょるでしょうが、そんなことよ、ね、それでね、あとあの、えー、っとね、これでちょっとあのタイミングはね、今すぐっていうわけじゃないですけど、あのハーグ規則と窓プロ規則と国眼法規則、ね、ハーグ規則、窓プロ規則、 国安法規則これ皆さんねあのこういう経験ありませんあのどこの法文書でもいいんですけど私ちょっとパテック社の持ってるんですけどねあの大概載ってます大概載ってるんですけど国軍法の規則って載ってますマドリッド協定議定書規則って載ってます共通規則ジュネーブ規則載ってます載ってないんですよどれ見てもこれはもうメーカー問わず載ってませんで私の講座取って頂ければこれの ああね規則フルスペックバージョンもらいました。えー、これは貴重貴重ですね貴重価値ありますね。えー、これを認定いたします。だって去年の令和四年の衣装法でねあジュネーブまあ別にあれ書かなくてもいいんだよねあの書けないと思うしまあ書こうと思えばジュネーブ規則レベルの知識まで聞いてる問題が出たんですよあのほら公表の延期請求なんかね。 うん、ただあの、もちろんねあ、条文レベルの条文書いはもうそれだけで受かるんだけど、われわれプロからすると、ああ、これ、規則の知識もね、書こうとめば書けるななんて問題が出てる。ね、だって、皆さん、ほら、こういう知識してるでしょあ、ジュネーブにおける国際公表っていつ公表されますか、あ国際登録日から12か月後ですよ、標準公表時期、12か月後ですよ、これ、どこに書いてょる 規則ですよ規則、ね、私の,あのこのおこれからでも分かるんじゃないの、うん、これ見出しであああのねあの皆さん心配せんでいいよあのこれ見出しだからねこんなチャッチモノで終わりじゃないよフルスペックで書いてますからこれ見出しだからただのねでも見出しだけでも役に立つからねあえっ、ー、とねハーグはえっ、ー、とね17条のあたりねほら国際登録の公表とあるでしょここにね12回月で書いてるんですよ えー、でこんなの知らんわで普通、ね、そういうその規則集というのは国眼法規則集もね便利ですよこれ一度持っとくと辞書代わりになる、ね、一度持っとくとネットで調べるの大変ですよ、ね、あ調べてもいいけど大変だよまあ素言ツですわ皆さん、ね、だからねまあ一言で言うと私がねもう本当に私の講座を取ってくれた あ皆さんにとってはね、心から便利試験に受かってほしいという気持ち、魂を込めて、講義もするし、テキストも作っちょるということをですね言いたかったわけですよ。えーねはい、ということが、どうでしょう、このおガイダンス講義から伝わりましたでしょうか。ね もし伝わってなかったら何か質問してください分からんことがあったりねああで私の講座ねあの、まあ、カラフルになっちょることからも分かるようにあのあれですよ皆さんあの、えー、な何が言いたいかというと蛍光ペンが必要です、ね、蛍光ペン7色用意して大体いい虹色が揃ったら大丈夫やからね、うん、であとね結構ね的中してるんですよ私の講座あのね例えばねこれきょまさに去年のやん 今、ちょうどね、商標法を開いてるじゃないですか。そうするとね、えー、っと、ちょっと待ってください、商標法、これね、ずばり的中したんですよ。えー、っとね、どれだったかな、ちょっとそれだけ見せますわ。まあ、他にもいっぱい的中してるんですよ。うん、ただあの、ああ、これですね、えー、っと、まあ、皆さん見てください、あのこれね、去年のですよ、使用許諾を創設した趣旨、ほら、これ。 適中してるじゃないですかこれ出ましたよ今年の書いておきますね。これあ,ーあの R5 商標法の一二定適中ですよ。ああ、あ問題にもちゃんと出しますよ。ねえー、とね問題文でね、あちょっと問題文はね事例問題の中でそのほらあの団体と地団とノーマル商標権で取った場合の通常使用権あのきょだほら使用許諾ね。 だから使用許諾制度の趣旨を書く問題が出てるんですよ、俺の。ほら、これ的中じゃないですか。ねえ、今年見事に出たでしょ使用許諾制度の趣旨。あ、これですね、ここです。これ。ねえ、書いておきますわ、忘れないうちに。R5 小1にて的中と。どうですか、うどんですかい。ねえ、うい。ということで、もう本当にこう受けてれば、的中も。 夢ではないということですね、えー、はいじゃあそろそろ終わりたいなと思いますね、私のこのガイダンスを聞いて欲しかったのにはもう一つの理由があります実際の授業もこのしゃべりこのペースで進んでいきますどうでしょう皆さん聞きづらかったですか聞きやすかったですかはい私は皆さんがね聞きやすいようにスピードそれから アクセントねなんかなまっとるなと思ってるかもしれないけどこれは皆さんのためなんですインパクトがあるところはでかい声になっていきますねどうでもいいところは小さな声とは限りませんがねええ素言コツですくだらないことも言いますけどそれは私がバカになることで皆さんが少しでも楽しんでもらえればなと思いましてね 素原コを言っちゃるわけですその辺をご理解いただければいいかなと思います以上ですはい。ということであ <laughs> 試験傾向から考察思考停止を防止する3つの方法歴戦に講師宮口聡氏がお送りいたしましたご清聴ありがとうございます